歌舞伎は1900年から1915年まで刊行されていた歌舞伎雑誌。廃刊後、同名の雑誌が2度発刊されたため、一般には第一次歌舞伎などと呼ばれる。三木武次が編集にあたり、その兄である森尾貝も盛んに寄稿した。1900年の創刊から1915年の廃刊までに全175号が刊行され、半径は菊版。 低下は、総う漢字10だった。毎月、劇票交渉、演劇評論、劇界の情報等を掲載したが、その中でも、評論、交渉に多く紙面が割かれていたため先行の、歌舞伎新報や、更新の、演芸画法と比べ、研究雑誌的な性質が強かったとされる。森王外の弟である、三木武次が編集の中心だったが、1908年に、 没した後は、伊原生成縁が引き継いだ。王外、藍馬高村、高堂特地、坪内商用のような人物が寄稿したほか、竹地の方針で妻の森久子、幼い薫の妹の岡田八千代といった女性たちも、積極的に劇評等の記事を執筆した。表紙絵は、はじめのうちは、中村不説が、後に、長原四水、かぶらききよかた、 クボタベイサイが手掛けるように変わった。歌舞伎では、王外の積極的な参加、海外からの寄稿等を背景に、西洋演劇についても紹介、分析がなされ、ストリンドベリーやイプセンラの脚本の翻訳が掲載された。総監当初は、題名の通り急激関連の記事が9割近くを占めていたが、後期になるにつれ審判劇の記事の割合が徐々に増えていき、審判。 旧派に公平な雑誌になっていった。第74号掲載のスケロクの方、歌舞伎中には、霊霊の方という題名の記事が多く見つかる。研究者たちから、型の記録と呼ばれている一連の記事は、実際に上演された舞台の様相を、史上の記録に留めることを目的として、舞台装置、衣装、下座音楽等の演出から、役者の所作の流れ、 演技の段取り等に至るまでを詳細に筆記したもので、特に歌舞伎の特徴として認識されている。矢内賢治によれば、型の記録は最初、幕内の資料の活字化から始まり、役者の談話形式を経て1905年頃には、観客の視点からの客観的描写という、よく知られた形態が完成するに至ったようで、明治40年代には、 型の記録が覚悟の半分ほどを占めるようになったという。歌舞伎の創刊前後の歌舞伎界には、江戸育ちの俳優を呼び、狂言作者たちが死に、九代目團十郎や五代目、菊五郎も体力の衰えが顕在化する一方で、創始芝居、書生芝居から発展した新破劇が流星を迎えるという危機感が漂っており、 型の記録に代表されるような三木竹次識家の歌舞伎が持っていた徹底した記録主義はそうした時代背景を反映したものだと考えられている。型の記録の方針は演芸画法の芝居見たままという同系統の記事に受け継がれたが、大正期以降は危機感意識が薄まっていったことや写真の掲載が一般化したことなどから徐々に記録としての性質が弱くなり、 主観的な文章へと変わっていった。1897年に、歌舞伎新報が、創刊から19年目で休刊してから2年後の1897年11月、新報の編集者だった、岡野博史と、三木武次らに加え、安田善之助と井誠演、井原生成縁、伊心新の5人が、新富座に集まり、後を継ぐ雑誌の構想についての会談が行われた。善之助、 武次、生生、園の三人は、以前から新たな歌舞伎雑誌を創刊する計画を練っていたが、この階段の前後に、岡野博士から休刊中の歌舞伎新報を復刊させる話を持ちかけられたのだった。岡野は新雑誌が、新報の寄稿者人や購読者を引き継ぐことができる点に触れ、雑誌名を変更しないでの復刊を提案したが、最終的には、善之助の命名のもと、 歌舞伎が創刊されることが決定した。1903年3月号のオセロ特集号の表紙、久保田米彩が善之助が資金を出し、竹地と清々園が実際の編集に当たるという分担体制で、出版された創刊号の大事は小崎紅葉が赤き、関東には高浜巨子の時和作表が載った。竹地の妻、久子は創刊後すぐの頃を解雇して、 この雑誌を始めたについては、一通りならぬ苦情が出まして、その八方からの攻撃は、なかなか手厳しく、私もあまりうる、そうございますから、幾度となく止めていましたが、文芸だとか美術だとか申しまして、とうとうやり通しましたと述べている。また、竹地はこの時すでに一種として開業しており、新聞にも連載を持っていたたため、歌舞伎の創刊によって、徹夜することは、 常というほど多忙を極めたが、生成園は徐々に日本演劇史の執筆など外部での活動に力点を置くようになり、全路助も4年目の第42号からは雑誌に関与しなくなった結果、歌舞伎はほぼ竹に一人の努力で運営されていくことになった。第2号から劇表が特徴的な合表形式のものとなり、第4号の土雲の衣装や第18号の 歌舞伎座10月狂言のカツラと衣装といった記事から、型の記録が、第10号から田村成吉の無線電話の連載がそれぞれ開始したことに加え、第3号からは、第12師団軍医部長として、小倉に移っていた王外が、引流名義で寄港を始めるなど、歌舞伎としての基本姿勢が早い段階から、整っていった。また1904年に入ると、山下波京による、米国劇神。 古今演劇講話が講師となって海外の演劇界の紹介記事も歌舞伎の名物となった。森鴎外と三木武次鴎外は1902年3月に第一師団軍医部長に移動、首都に戻ってからは精力的に歌舞伎上での執筆量を増やしていった。12月には e 用法の求めに応じてファウストの 老人が若者になるのを逆にした新しい体裁の、儀曲の、玉串毛両浦島を、歌舞伎の号外として、出版、翌年の1月に、市村座で初演されるのに合わせて、歌舞伎本誌の2月号でも、玉串毛両浦島特集が組まれた。作者だる王外は1月号に、玉串毛両浦島自中、特集号に、浦島の書道の興行についてを書いたが、 王外研究者の金子幸夫は、こうした雑誌と工業との連携に触れ、歌舞伎をメディアミックスの先駆けと評価した。1904年3月、歌舞伎は、再び王外の儀曲、日蓮商人辻説、辻切法を臨時号で出版、翌月の歌舞伎座での初演に出演する俳優たちの配役付き写真を口へとした。王外自身は、同月から日露戦争に従軍し、 東京を離れた。1908年1月、前年から高等部に海洋を患っていた三木武次が1月号の発行直後に死亡。このため、歌舞伎は伊原生成園に引き継がれ、休館期間を挟んで5月号から観光が再開された。通館105記念となる11月号には、小三木武次君追前号という副題が付けられ、禅之助をはじめとする。 歌舞伎関係者、北村六郎や医療法のような役者、植田聡氏など王外の周辺の文虎らが追悼の言葉を寄せた。竹次の死後、王外は西洋演劇の紹介は、まさに王外の独断場だったと振り返られるほど、歌舞伎史上での西洋儀曲の翻訳、紹介に一層力を入れるようになった。歌舞伎は、最終的に1 9十五年の一月、週刊となるものの、 こうした、王外の竹地ぼうつの動きを論じて、弟である竹地が手掛けた雑誌を廃刊させまいとする、王外の愛情と、劇界を牽引する姿勢が現れているとする、研究者もいる。1901年11月号の表紙、歌舞伎は、型の記録に代表されるような記事によって、古典劇演出の伝統保持に、大きな功績を残したと称えられる一方で、 王外らによる海外劇曲の紹介についても、この雑誌が初期の近代劇運動に与えた影響は、感化できないと評されることもあり、金子よきよなどは、日本の伝統演劇である歌舞伎と、近代劇の紹介という両輪に目配りした日本、最初の総合演劇雑誌と形容している。特に劇表に関して、藤田洋は、江戸以来の評判期の形式の劇表を刷新し、 文芸批評的な地位にまで高められた演劇批評を目指した、それまでに見られなかった新しい感覚の演劇雑誌と評価している。また、石川敦氏は、歌舞伎が三国地区に一人の働きで維持されたことを突記し、歌舞伎という雑誌、その経営、その編集の全部は、これを三木武次の仕事として歴史的に評価するにこらえたものであると述べ、新旧融合。 各ののそのところを得て、根然として、我が近代劇の源流を開いたのは、この粋な雑誌のはつらつたる面目であったと称賛した。同時代への影響の大きさに加え、歌舞伎のみならず我が国演劇界の情勢、ひいては広告欄も含めて、世相の推移を知るのに高顧な資料としても認識されて、痛め、 2010年から2013年にかけて、お松堂書店から全50冊の復刻版が出版され、研究体制が整備されつつある。ABCDEF 菊池晃、歌舞伎、日本近代文学大辞典第5巻講談社、1977年、54から55ページ。AB ときみちこ、歌舞伎、日本大百科全書小学館、ジャパナレッジ版。 A.B.C.D. 森西真由美、観客の視点、演劇雑誌、第四巻歌舞伎文化の書籍岩波書店、岩波講座歌舞伎、文楽、1998年93、93から95ページ。A.B. 矢内賢治、第二節、歌舞伎における方の記録、明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社、2011年、78ページ。山本恵美、三木武次研究。 雑誌、歌舞伎の編集方針内容的、特徴2、普代比較文学第6巻、2013年、5から8ページ、土井、10.15099、0000373。山本恵美、三木武次研究、雑誌、歌舞伎の編集方針内容的、特徴1、普代比較文学第5巻、2012年、4ページ、土井、10.15099。 零零零三六二。山本恵美、三木武次研究、不大比較文学第五巻、2012年、6ページ。AB 矢内賢治、第一節、歌舞伎新報における筋書き、明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社、2011年、64ページ。AB 藤田博史、歌舞伎雑誌の経譜連載、方、歌舞伎第一次、期間歌舞伎第二巻第一号。 1969年7月211ページ。山本恵美、三木武次研究、不大比較文学第五巻、2012年1ページ。矢内健治、第二節、歌舞伎における方の記録、明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社、2011年92ページ。矢内健治、第二節、歌舞伎における方の記録、 明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社、2011年、78ページ。矢内賢治、第2節、歌舞伎における方の記録。明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社、2011年、95ページ。岡本喜道、團十郎の詩、明治劇団ランプの下にて、岩波書店、2008年。AB 矢内賢治、歌舞伎における方の記録。 明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社、2011年93から94ページ。山本恵美、三木武次研究、不大比較文学第6巻、2013年10ページ。服部幸男、型、新版歌舞伎辞典平凡社、ジャパナレッジ版。矢内健治、第4節。 芝居見たままの成立と展開、明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社、2011年、139から141ページ。藤田博士、歌舞伎雑誌の系譜連載、3、歌舞伎新報について、期間歌舞伎第1巻第4号、1969年4月、176ページ。松野社主人、歌舞伎の清流、歌舞伎大百巻。 1908年11月29から30ページ。A.B. 井原生成園、坊優、三木武次くん、歌舞伎大百貫。1908年11月33ページ。歌舞伎大一号目次、歌舞伎大一巻1900年。A.B.C. 森久子、坊夫歌舞伎大百貫。1908年11月18から19ページ。松野社主人。 歌舞伎の清流、歌舞伎大百貫、1908年11月、28ページ。矢内健治、第2節、歌舞伎における方の記録、明治の歌舞伎と出版メディアペリカン社、2011年、80ページ。ABC 堺井里志、森尾外略年表、森尾外筆景、竹森山尾、学ぶ当社、1990年、218ページ。 森外作品辞典、森外筆形、竹森山を学ぶ当社、1990年、191ページ。金子幸よ、日本近代劇最高部位、玉串毛良浦島と大外の、歌舞伎、富山大学人文学部起用第47巻、216ページ、土井、10.15099、00000138。金子幸よ、 日本近代劇最高部位、玉串毛良浦島と王外の歌舞伎、富山大学人文学部起用第47巻、206ページ。文京区立森王外記念館特別展暁の劇場、王外が試みた、ある演劇。文京区立森王外記念館。2021年3月4日閲覧。作者森王外くん、コ工術者。 久保田米仙君、背景記号者、久保田ヨネヒトシく登場俳優市川八百蔵、片岡志蔵、小野江松助、小野江梅光、市村宇左衛門、小野江菊後、中村吉右衛門、市川栄太、歌舞伎臨時観光第47巻、1904年3月、口へ。目次、歌舞伎大百巻、1九百八年十一月、金子雪王外と、歌舞伎、 森大外研究第6巻、1995年、224ページ。山本恵美、三木武次研究、不大比較文学第5巻、2012年、7ページ。金子幸代、日本近代劇最高、オセロ上演と大外の、歌舞伎、富山大学人文学部起用第42巻、2005年、78ページ。土井、10.15099。 零零零零零九一。藤田博史、歌舞伎雑誌の系譜連載 V、演芸画法以前、期間歌舞伎第二巻、第二号、1969年、207ページ。石川淳、三木武次、王外全集月報第三十七巻、1975年4月、3ページ。歌舞伎丸善お松堂、株式会社、丸善お松堂、 2020年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年3月4日閲覧藤田博士歌舞伎雑誌の系譜連載4歌舞伎第1次期間歌舞伎第2巻第1号1969年7月213ページありがとうございます